起点は宮崎県宮崎市の宮崎駅西口前にある複合商業ビルで1階正面の高速バスターミナルと一体的に整備された。正式名称は宮崎グリーンスフィア一番館。ありし日の起点広場取り壊し後の起点広場愛称の起点は公募により決定され起点と起点を掛け合わせたものとなっている。当初は 16階建てと5階建てのビル2棟と6階建て立体駐車場を建設する計画だった。しかし、その後の景気低迷で14階建てビル1棟と4階建て立体駐車場の構成へと縮小され、総事業費も58億円から47億円に圧縮された。2番間の計画地は多目的広場、起点広場として活用されていたが、 アミュプラザ宮崎の開業に伴い、2020年3月より立体駐車場へと転用された。当初は2番間の計画地として確保されていた土地であったが、計画縮小に伴い立体駐車場、駐輪場、起点広場として開放された公園及び観光、物産情報発信のイベントスペースとして運用されていた。 宮崎駅周辺では前述のアミュプラザ宮崎の建築に伴う駐車場の設置及び増築が進んでおり、起点広場についても2020年3月より立体駐車場の増築工事が着工され、広場としての機能は消失した。テナント一覧。ありがとうございます。